岐阜県道89号鉱山上宝線は、岐阜県高山市冬頭町から同市上宝町、長倉は西平に至る主要地報道である。岐阜県道89号鉱山上宝線、高山市入川町、新町にて平成の大合併により、高山市内の路線となった。高山市冬頭町の国道を41号から9、入川村を経由し、 都や峠を越えて、旧上宝村の国道471号までを結ぶ。入川ダム建設に伴い、工場温泉恵比寿の湯から上宝町川の区間がダムに沈んだため、付け替え道路が鉱山大仙林道方面に少し上ったところに建設された。当期は、入川ダム管理所入り口から高山市上宝町ネズミ持ちまでの区間が通行止めとなるが、 高山大仙林道及び市道、岐阜県道473号ネズミ持ち古川西にへ迂回して復帰し、同市上宝町ネズミ持ち沢上屋付近までは通行可能。ただし、そこから、先の岐阜県道477号町層、上岡線行店までの区間も、当期通行止めとなるため、当期は通り抜けができない。平成28年4月1日をもって、 国道41号の金桶橋から冬、頭町交差点の越中東街道区間が国道から県道に移管されたため、旧起点である下切れ町交差点から冬、頭町交差点の区間が接続していた本路線に組み入れられて起点が変更された。下説、発電所の水圧管路をまたぐ岐阜県道89号。ありがとうございます。